パパ英会話では今までの英語学習法の半分の時間で日常英会話をマスターできます。その秘密は聞く英語と話す英語を二つに分けて学習することで学習時間を半分に短縮できるからです。聞く英語は覚える必要がありません。聞く英語は理解できれば OK です。 聞く英語は、英語から日本語の順に音声が流れます。ファストフードで聞かれる質問、聞く英語を聞いてみましょう。Can I take your order? ご注文はお決まりですか ?Do you want to make that a combo? コンボにしますか ?Do you want fries with that? 一緒にポテトフライはいかがですかセットにしますか単品にしますか飲み物はいかがですか話す英語は日本語を聞いたらすぐに英語に言い換える練習をします。話す英語は日本語から英語の順に音声が流れます。 ハンバーガーをください。I'd like a hamburger.M サイズをいただけますか c a n I get a medium? ケチャップをお願いします。c a n I have ketchup please? 飲み物はどんな種類がありますか What kind k i n d of r s do you h a v e セットにしてくれますか ?Can you make that a combo? 店内でお願いします。for here please. 会話の流れを覚えれば、質問されることを予測しながら会話ができます。まずは、会話の流れを覚えましょう。パフェはいかがですかはい。Hi. Would you like to try our parfait? 結構です。セットナンバーワンをください。No thanks. Can I get a number one please? サイズはどちらにしますか size、like? ?M サイズで。A medium. ドリンクは何にしますか ?Diet、like、コーラで。I take a diet coke. 注文は以上でよろしいですか ?Anything else? 以上です。 That's it。店内で召し上がりますかお持ち帰りですか ?for here to go. 店内で。f or here. 注文番号は三十番になります。Your number is 30. ありがとうございます。Thank you. 会話の流れをつかんだら、 hi would you like to try our new bacon cheeseburger? No thanks. Can I get a chicken sandwich, please? Meal or just the sandwich The meal okay. what kind of drink would you like? What kind of drinks do you have? We have Coke, Diet Coke, Sprite, lemonade. A lemonade, please. Okay, anything else? Oh yeah. No mayo. Okay. Is there anything else I can get for you today? That's it. Is this for here or to go? To go. Your total comes to 6.45. Here you g o t h a n k you. 何回か音声を聞いたらテキストを見ながらお客の部分だけを声に出して言ってみてください。あなたはお客の部分だけを声に出して言うことでロールプレイ学習ができます。ロールプレイ学習を繰り返すことで英会話が身につくまで 会話の練習ができます。最後に、レビューレッスンをすることで、その場面での英会話をしっかりと習得できます。レビューレッスンをすることで、リスニングとスピーキングを効果的に鍛えることができるからです。聞くだけの部分は、テキストを見ないで聞き取るだけの練習をします。英語を聞いた後、3秒後に日本語が流れるので、 きちんと聞き取れたか耳からチェックしてください。あなたが話す部分は日本語を聞いたら5秒以内に英語に言い換える練習をします。それではレビューレッスンを体験してみましょう。Parfait はいかがですか 結構です。セットナンバーワンをください。No, thanks.I'd like a number one, please.Which size would you like? サイズはどちらにしますか ?M サイズで A medium ドリンクは何にしますかダイエットコーラで A diet coke Anything else? 注文は以上でよろしいですか以上です That's it.For here to go.Then night で召し上がりますかお持ち帰りですか ?Then night で For here.Your number is 30注文番号は30番になります。 ありがとうございます。Thank you このように会話の流れをつかみロールプレイ学習を繰り返すことで英語初心者の方でもしっかりとトラベル英会話をマスターできます。あなたもパパ英会話でトラベル英会話をマスターしてください。